Aloha, und weiter geht es hier bei Naruto Storm 4. Der Wind heult, der Donner grollt, der letzte Kampf beginnt. Ja, wir sind jetzt momentan bei 76% und schauen wir mal, wie es weiterentwickelt. Also, ich finde es jetzt bislang ziemlich nice und wir werden nur sehen, wie es noch cooler wird und wie wir eben halt so allmählich das Ende ankommen werden. Mal gucken, schauen wir mal. Uiuiui, das wird immer super hier. あれは。ナルト。あの男がいないな。消し炭となって消え失せたか。激魔よ先生なら俺が助けた。助けた？ どういうことだ？自分でも不思議に思う。今なら全部を変えられそうだ。何かが起こったようだな。お前に。だが結局は何も変わらぬ。お前では俺を倒せん。 俺は陸道のバーガー。俺がお前を倒すんじゃねえ。俺らで倒すんだってばよ。お前もな、まだら。サスケ、お前も。何なのだ、こいつらは。なぜ突然ここまで。 ここは俺ってば死んだのか？お前は死んだわけではない。ここはお前の精神世界。今はうつつとあの世の狭間にいるとでも思っておけばよい。じいちゃんってば。 わしはチャクラだけでこの世を漂い、世代を超えて忍衆の行く末を見届けてきた僧侶。名を大月羽衣。そして忍衆の開祖にして陸道仙人とも言う。え、最初に忍術を作ったあのさ、あんたが仙人なら聞きたいことがいっぱいあるんだけど。 質問は後だ。まずはわしの話を聞いてもらおう。いや、お前は聞かねばならない。それがアシュラの生まれ変わりであるお前の義務でもある。は？あ、シュラ。一体何のことだ？ともかく一から話す。 わしの息子と母についてもな。わしの母である大月かぐやは遥か遠い場所からお前たちのこの地に来た。神樹の実を取りに来たのだ。お前たちもこの戦争で見たあの神樹、そのチャクラの実だ。 かぐやはその身を喰らい力を得て、この地を治めた。しかし強すぎる力は軋轢を生む。結果人々は母をウサギの女神だの鬼だのと呼び崇め恐れた。ある時かぐやは二人の子を産んだ。そのうちの一人が このわしだ。わしら兄弟は母の残した罪をあがなうため、神樹の化身である十尾と戦った。身を取られた神樹はそれを取り返そうとして暴れていたのだ。激しい戦いだった。わしらは傷つきながらも
辛くも勝利を手にし、十尾を己に封印することができた。それからしばらく時が経ち、わしも二人の子供を授かった。兄をインドラ、弟をアシュラと名付け、忍衆を教えたのだ。二人ともわしの子ではあるが、そこには大きな差があった。わしの強いチャクラを持つ遺伝子と、そうでもない遺伝子。兄インドラは本当の天才だった。何でも一人でやり抜くことができ、己が他人とは違う特別な存在なのだと自負していた。逆に弟アシュラは何をやってもうまくいかず、一人では何もできなかった。それゆえ努力を惜しまず、仲間に協力を仰いだ。周りもアシュラに応え、そこに我が生まれた。わしは弟アシュラの生き方に新たな可能性を垣間見た気がした。ゆえにわしは決めたのだ。アシュラを忍衆の後見人とすることを。だがインドラはそれを認めなかった。そしてこの時より長きにわたる争いが始まったのだ。確執はインドラとアシュラの争いだけでは終わらなかった。肉体が滅んでもチャクラは消えることなく、時を置いて転生した。幾度となくな、ナルトよ。先ほどわしはお前をアシュラの生まれ変わりだと言った。つまりはそういうことだ。そしてもう一人のインドラの転生者、それはサスケ。その通りだ。インドラのチャクラはサスケに宿っている。柱間たち前任者から、息子のチャクラはお前たちへ。何十年何百年経った今でも兄弟の争いは終わっていない。おじいちゃんはずっと自分の子供の兄弟喧嘩を見てきたんだな。まあそうなるな。そっか。忍衆においてチャクラは個々をつなげる力と説いた。だが母カグヤはチャクラを子一つのために持ち、力によって世を束ねた。力による統治はただの暴走だ。故に母は恐怖の対象となった。その行いは今のマダラに通ずるものがある。このまま奴がさらなる力を手に入れれば、いずれわしはお前にマダラを止めてほしいと思っている。境遇もその意志も、これまでの転生者に比べてお前からは特異なものを感じる。だからこそお前の可能性にかけてみたい。その賭けわしはすでに持ってるぜ。クラマ。俺もだ。ハッツァン、なんで俺の中にいんだ。オビトのやつがな、主角と俺のチャクラの一部をマダラから引き抜いたんだ。お前に足りてねえ美獣の力をちゃんと分かってやがったぜ。足りてないって忘れたのか。お前は以前主角と牛鬼以外のチャクラをもらい受けているはずだ。前に美獣のみんなからチャクラを分けてもらったことがあった。いろいろあったが、これで全ての美獣が集まったわけだ。約束の時が来たってことだな。
ナルト、お前はやはり皆の協力を得る魅力があるようだな。宿泊、また旅、急ぐ。孫悟空、国王、蔡健、長明、牛鬼、クラマ。ナルトよ、お前は何がしたい？この戦いの果てに何を望む？アシュラの転生者だとかなんだとか、これってばバカだから、まだなんとなくしかその意味は分かってねえけど、仲間がどういうもんかは知ってんよ。俺はそれを守りて、それだけだ。それがお前の答えか？ああ。かつて弟アシュラに全てを託したがため、それが災いの起源となった。この旅は兄インドラの転生者であるお前にもわしの力を託そう。これから先がどうなるか、それはナルトとサスケ、お前たち次第だ。俺とサスケは本当の兄弟じゃねえけど、仲直りはできると思うんだ。俺たちかなりの友達だから。さあ、利き腕を出せ。この内葉マダラを蹴落すほどとはな。恐れを抱く小さき者よ。声が。我を取り込め。真珠を、十尾を、すべて取り込め。さすれば無限の力を。まさか真珠そのものが俺に力を与えるとはな。渦巻きナルト、内葉サスケ、俺はいわば完全なる不死、永久を手にした。貴様らがいかに力を得ようと俺には届かぬぞ。やってもねえのに勝手に結論付けんじゃねえよ。よかろう。ならばこれが最後の戦いだ。Ja, los geht es nun. Heieiei, was für eine lange Cutscene und alles. Aber ziemlich cool auf jeden Fall, dass die hier mit drin alles reinhauen hier. So, los geht's. Ein weiteres Mal gegen Madara. Jetzt hat er den Wendenbaum aufgenommen. Aber schon nice, wie sich Naruto und Sasuke entwickelt haben. Wow. さあ、俺を楽しませろ。
What? Nicht schlecht. Oh ja. What the? Mann ey, der will nicht, ne? Das ist echt gut. Ja. Ja, Madara. Mann, der lässt einfach nicht, ne? Komm schon, oh Mann. Hey, du bist so ein Arsch. Mann. Oh ey, der ist so mies drauf. Au, verdammt. Na super, ey. Boah, Mann. Voll mies. お前はまだ眠るべき存在ではない。選択せよ。己の道を。そして再び歩むのだ。 さすがに仕留めきれんか。俺を楽しませろ。 Sieht aber auch ganz schön viel ab. Oh. Komm schon! Oh Mann! Ach, jetzt geht es doch. Oh, super. Wow. どうした？影を身代わりにしたのか。まずいってばよ。あっちには加賀先生がいる。 Oh nein. ようやくだ。 本当にやっていいのね。
く俺の左目を。そうはさせんぞ。カムイ。さくらか。ここは、カカシ先生。先生、左目。オビトはどうした？そっちにマダラも飛んだはずだが。うん、マダラは来たけど、すぐにオビトが私を逃がして。カカシ先生！その左目、ちょっと見せてもらっていい？よし、カカシ先生、目開けてみて。嘘、どうやってこんな。あのね、口で説明すると難しいんだけども、この方法でガイモ。うん、話はそこまでにしておけ。そろそろ来るぞ。おそらく奴はリンネガンを揃えた状態になっているはず。これまでの奴とは違うと覚悟しておけ。おう。お前たち、鈴取りの最初の任務で教えたあの教訓を忘れてないな。足りねえじゃん、チームワークだ。なら一緒に死んでやるのもチームワークというやつだろ。オビト。オビトはもういない。俺がこの体をもらった。美獣どものチャクラを集め、真珠の力も得た。さらにリンネガンが揃った今、俺は陸道をも超えた存在になったと言える。そう、神の領域だ。神の目から見れば、お前たちなどか細き脆弱な存在。芝生転生。Hier von Pain. ナルト、気づいてんな。あいつの影が4体に増えてる。芝生転生に影のスサノオ、なかなかの状況だろう。さあ、あがけ、そしてもっと踊ってみせろ。Wow, das wird jetzt richtig nice. Vernichte perfekte Gestalt, Susano. Oh.どうしたの？俺が勝つ。ここからが真の戦いだ。見せめてやろう。お前はウチハ一族の中でもずば抜けた力を持っている。まずは一体。Hier mit seinen Doppelgängern。Und der nächste.
Haut er jetzt ab oder was? Dein Ernst? Sasuke, kiezkero. Ia na yokan ga suru. Ah, hier ist er wieder, Doppelgänger. Das gleiche. Nice. ここで無様に果てるがいい。おいおい。Was für ein Kampf hier auf jeden Fall. Ach, ich muss wieder Chakra aufladen, schnell. Sehr schön. Jetzt bist du dran. Komm schon. Na, was hat er jetzt vor? Ah. Oh, hey. Was macht er jetzt? Ah, jetzt kommen noch solche. Ah. Muss ich schnell seine Doppelgänger hier ausschalten. Komm her, du. Aua. Au, 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 super. Das tut echt weh, Mann. Ah. Ich bin nur an seinen Doppelgänger ran. Geht doch. Und jetzt du. Chikara. Ja, Sasuke hat mir eine ähnliche Sache. Oh, was hat er jetzt vor? Boah. Ja, oh, ja, sicherlich. Hey. Zack. Oh Mann. Das geht so ab. Ikagen.しつこいぞ. Zugi de kimetsu. Sasuke. Und weiter geht's wieder. Eieieiei, nochmal gegen Madara kämpfen. Ich
真なる平和は夢の中にこそある。夢こそ理想を叶える手段なのだ。夢夢うるせえよ。そんなに夢の中に生きてえな。お前だけが生き上がれ。あ、どうなったわよ。いやまだが、さっさと呼べ。セグザスケ。うちはサスケ。あとはお前たちだけだ。お前たちを始末さえすれば本当の夢を。だからさせねえって言ってんだろ。今今おおいおいおい、しまくってやせ。Wahnsinn! Boah, so mega nice gemacht. Kono ore ga koko made. Migoto to iu shika nai na. Daga na, hontou no yume o kanaeru no waこの俺だ。サスケ、ずっとこの時を待っていたのだ。絶対に邪魔はさせんぞ。あの石碑によれば、輪廻の力を持つ者が月に近づきし時、無限の夢を叶えるための月に映せし目が開く。これはまずい。サスケ、おっと、土壇場で気づいたか。まあいい、これで夜を照らせ。無限つくよみ、今一つとなるのだ。一体どうしたというのじゃ。仕上げだ。真樹海降誕。
前の仲間たちはおねんね中だ。もっともサスケのスサノオには聞かなかったみたいだが。さすがといったところか。だがもはや勝負は決した。救世主たる俺の手によりこの世の因果は断ち切られ、人々は苦しみや痛み虚しさから切り離された。お前の仲間たちは無限つくよみの作る甘美なる夢に溺れ、まさに幸せを満喫しているだろう。これこそが俺の求めた本当の夢。俺は地獄を天国へと変えた。もう理解しろ、全て終わったのだ。終わらせてたまるか。まだ俺たちが残ってる。俺たちがいる限り絶対に終わらせはしねえ。ジャリーメ、クロゼツ、最後の仕事だ。俺とお前で奴らを潰す。はい、マダラ様。とでも言うと思ったか。クロゼツ、貴様。マダラ、お前は救世主でもなく、そして終わりでもない。何を言っている。お前を作ったのは俺だ。お前は俺の意志そのものなんだぞ。違うな、俺の意志はお前ではない。俺の意志はかぐやだ。かぐやだと。お前が無限つくよみを完成させチャクラを消耗しているこの時をずっと待っていたのだ。何？どうなってるの？サスケ、あいつ。ああ、カグヤと言った。カグヤ？陸道仙人の母ちゃんだってばよ。まさか、奴の目的は。ああ、なんだ。これはチャクラだ。しかし、強すぎる力は圧力を生む。結果、人々は母をウサギの女神だの、鬼だのと呼び、崇めを恐れた。サスケ。ああ、間違いない。こいつが、おじいちゃんが言ってた。大月かぐや。Wow. Puh. Wow. Also, was für ein langer Part, so. Eieieiei. Aber schon echt sehr, sehr cool. Boah. Das ist echt packend. Nice. Madara, 6 Pfade haben wir freigeschaltet. Naruto, Eremit, der 6 Pfade-Modus. Und Sasuke, Rinne Sharingan. Und dann gucken wir mal weiter hier. Achso, okay. So, schauen wir mal, wie es weitergeht. Wir sind ja schon bei 83%. Kaguya, die brachiale Göttin, Teil 1. Ui. Na, da wollen wir auf jeden Fall mal sehen, wie es auf jeden Fall weitergeht.
Ich bin echt gespannt, ihr denke ich mal auch. Und ja, lasst gerne mal da, wie ihr auf jeden Fall diesen Part fandet. Also diesen Kampf hier und so, die Inszenierung, alles. Ich fand es auf jeden Fall sehr, sehr nice. Und ich will auf jeden Fall, dass es irgendwann, ja, selbst auch in Anime noch so weit kommen wird. Da bin ich auf jeden Fall echt noch so gespannt. Aber es ist schon cool, dass man schon bei Storm 4 so weit schon den Weitblick haben kann. So ähnlich hier, so, wie weit auch der Manga ja schon so weit ist, ne? Dass er irgendwann sich auch der Anime aus sich so weit auf ja, voranschreitet, selbst auch wie das Spiel hier. Naja, wollen wir erstmal abwarten. Ich gucke ja weiterhin noch die Folgen und ja, ich bin auf jeden Fall noch weiterhin gespannt drauf. Aber ich finde das auf jeden Fall sehr, sehr nice und wir werden auf jeden Fall uns den nächsten Part hier damit beschäftigen. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Würde mich auf jeden Fall freuen. Ja, bis zum nächsten Mal. Euer Jigatobi und haut rein.